やっぱり撤退したのかしら。うむ、我らに恐れをなして撤退したに違いないのだ。あこれは、私は一体ダラルオン、もしかして正気に戻ったのか。これは一体どうしたことだ。ダラルオンよ、どうやら正気を取り戻したようじゃな。明治様、そなたはモーリアスとフェルノークに攻め込み、力ずくで従わせた後、両国を率いてクレティアを滅ぼさぬとした。世界を二つに分かつ大戦争を引き起こしてしまったのじゃ。大戦争？実に多くの血が流れた。オレンカ王の命も失われてしまった。ダラル王よ、一体何がそなたを狂わせたのじゃ。あの剣を手にした時から、突然激しい憎しみと全てを滅ぼしたいという衝動に襲われて、その後のことは何もわからぬのです。剣だと？あ、これは間違いありません。これは破滅の剣です。破滅の剣？ドルネコさん、知っているんですか？もちろんですとも。仕事柄、古今東西あらゆる武器に精通しているつもりですよ。この剣には持つ者に強力な闇の力を与える代わりに、正気を奪い戦いに駆り立てる呪いがかけられていると言われています。どうやら伝説は本当だったようですね。あの剣は預言者と名乗る者が私に献上してきたものなのだ。預言者？もしかしてクレティア女王のところへ来たという人と同じ人なんじゃないかしら。ああ、その可能性は高いだろう。ダラル王、その人物とは一体何者なんですか？あいにくだが、詳しくは分からぬ。今分かるのは、私がとんでもないことをしでかしてしまったということだけだ。オレンカ王と多くの者たちの命を奪った罪、今ここで死をもってあがなわせていただこう。待たれよ。あなたの命一つであがなえるものなど何もない。
それよりも生きて自分のしたことの責任を取るべきだ。私もかつてそう諭されました。ダラル王よ、今後命を賭して世界の平穏を守り抜くことじゃ。それがそなたのなすべき償いであり、負うべき責である。はは。さて、ここに戦いは終わった。今一度みんなで平和の誓いを立てようではないか。分かたれたこの世界を再び一つとするためにな。盛り上がってきたわね。
お、うまそうだな。ありがとう、もらってくよ。前夜祭をやるなんて名主様も気が利いてるよな。ありがとう。なんだか嘘みたいよね。みんながちょっと前まで戦争してたなんて。そうだな。世界にまた平和が戻るんだ。オレンカ王にも見せたかったな。そうね。二人とも何しんみりしちゃってるのよ。お祭りはみんなで盛り上がらなくちゃ。さあ一緒に踊りましょう。よし、じわじわたぎってきたぜ。今夜は踊り明かすぞ。ちょっと明日は大事な日なんだから羽目を外しすぎちゃう。ほら委員長も行くぞ。ちょっと。ちょっと起きなさいよ。いつの間にか眠っちまったのか。僕まだ眠いよ。あれ、もう一度くまなく探すのだ。オートに残った兵たちにも知らせを。どうかしたのか。我が軍の魔物たちがいなくなっているのだ。え、昨夜は確かにここにいたのだ。ジャイワールの魔物だけじゃないよ。他の国の魔物たちも消え失せている。一体どこへ行っちまったのか。申し上げます。お前たち、このありさまはどうした。一体何があったんだ。突如現れた魔物の大軍が我が国を攻撃。城に残った兵だけでは防ぎきれず。王都が陥落いたしました。なんだと。オレンカも同じ状況です。押し寄せた魔物たちに王都を占拠されました。ああ、我が国も同様の報告を受けている。一体どうしたことか。オルネーゼ様、大変でございます。モンスタレア地方の3カ国で魔物たちが一斉に反乱を起こしたとのこと。モーリアス、フェルノーク、ダラル、すべての王都が占拠された模様です。なんと我々の国では。バカな、すべての王都が奪われるとは。そのような兆しは一切なかったはずだが。一体どうなってるんだ。静まれ。メス様、時は満ちた。今こそ世界を一つとするのじゃ。我ら双子の王のもとにな。ゼビオ王は私たちをまとめて始末するつもりなんだよ。みんな逃げるんだ。Thank you.
っしゃー、俺大活躍だな。ようこそ。さあ、神に祈りを。はい、今回はチャンネル登録の方法をご説明いたします。パソコンの画面からの場合は、画面の右上、こちらにですね、チャンネル登録というこの赤いボタンがあります。これを押すだけ、これでチャンネル登録が完了いたします。そしてスマホからの場合、これはですね、まあ、スマホから、YouTube のチャンネルの方に移動すると、はい、このように、タイトル名の下にチャンネル登録という赤い文字があるので、これをタップしてください。これだけでチャンネル登録完了でございます。よろしければぜひこのチャンネルへのチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは。